ブルン。あ、君はうるさいにゃん。うるさいにゃん。うるさいにゃん。私のワイフ、多分彼女なんですよね。はい。チャオ、ゆりこたいがです。皆さん、こんにちは。今日はトップ10の嫁さんを紹介したいと思います。で、やはりここに文化の違いが現れます。なぜというと、やはり外国人男性はわからないけど、強い女性が好きらしいんですよね。で、ちょっと日本人と似てるところとあるけど、全然違うところに似てる、なんか全然似てないところもあるなので、最後までこの動画を見てください。私のトップ5で言えばいいかな、トップ5の好きなキャラクター、本当男だったらもう彼女はワイプにしてほしいぐらいのあれなんですけど、5番はね、アルベールです。エロいお姉さんの雰囲気がものすごく好きです。ものすごく好きです。ものすごく好きになるんですよって思う。ベスト4、ガールパンのアンチョビでーす。まあやはり私のなぜワイフなのはちょっとイタリアンっぽいところがあるですから。アンチョビちゃんかわいい、かわいい、かわいい、とにかくかわいいんですよ。ナンバー3に行きたいと思います。全身のモナちゃんです。わーい、結婚したい、お嫁さんになってくださいとか思う。はい、ここはナンバー2に行きたいと思います。これはね、やはり他の外国人はもうそういっぱい思ってるから同じにしてしまったなんですけど、ダリン・デ・バンクスのゼルツンちゃんです。ゼルツン、お魚食べるシーンがすごい好きで、で彼女そこに出てきて、うわー、ワイフになってくださいになりました。ではナンバー1、これはね、私はフィギュアも持ってるなんですけど、実はフェイトのセイバなんですよ。うわー、私は超大好き。私のワイフ、私の嫁さんはセイバでございます。可愛いだろう。はい、天のやつはあれこれカタカナが読めないなんですけど、ロックベル、ウィリー。ウィリー、ロックベル。ハガレン。そう、ハガレンのウィリーちゃん。まあ、確かに、確かに、もう確かに嫁にしたいなってか、気持ちが分かってきた気がする。彼女はまずはすごい頭いいんですよ。こんなに頭いいし、で、強いっていうか、一人で頑張ってる、一人で頑張り屋さん。強いんだけど、すごい優しくて、ちょっとピュアのところがあるんですよ。外国人の女の子に、なんか外国人の女の子っぽいなってすごい思うんですよ。だから人気があるんじゃないかなって思いました。いろんな方はウィリーちゃんを見ると、一番最初はやっぱりどうでもいいってな感じ、キャラクター存在だったなんですけど、ストーリーに進んだら、まあ色あるんじゃないですか、そのハガレンの中で。やっぱりウィリーがいるからこそエッドがいろいろできたんじゃないとか、ウィリーがそばにいてくれたからこそできた、やっぱりそれはお嫁さんみたいな感じ、すごいお嫁さんね、ワイフみたいの立場になります。9番に、え、今日えあれ、これかった9番に行きたいと思います。ドラゴンボールの18号です。おー、やっぱり強いな。でもまあまあまあわかります、まあまあまあわかります。で、すごいかっこいい。そのかっこいいぞね、やっぱり外国人憧れる男性と女性も、なんかなりたいとなってほしいとか いっぱいいる気はしてて、でそのセクシーなところでもすごい強いのはみんな好き。これネタバレになる？ネタバレになるかな？もうちょっと古すぎてさ、わからないけど、クリリンさんと一緒に結婚するときは超可愛かったの。やばい！やばい！それは本当の愛だって思います。ゆりこたえが .jp というのオンラインストアをやってるんですけど、その18度の、
動画じゃない写真集、デジタル写真集も売ってますので、よかったら買ってください。よろしくお願いします。ではトップ8、トップ8に行きたいと思います。ナルートの日向優雅です。ボン。それこれは日向ちゃんはね、多分さくらちゃんがいるからこそ日向ちゃんが好きになる気がする。やっぱりタイプは全然違うし、で何でんだろうね、さくらちゃんと日向も日本人の女性として生きてる。なんかさくらちゃんはどっちかというと私から見るとちょっとメヘラだと思ってるんですよ。ほんとメヘラですよねとか思う。で日向優雅は、あの日向ちゃんはね、やっぱりなんかなんでわからないけど昔のメイゾン一国とかにすっごい思い出す存在。やっぱりそのお優しい、ケアしてあげてるし、本当子供が大好きだし、そのずっと愛する、どうなんでわからないけどその優しい、それに癒されます。うわー、私と一緒にずっとなってくださいとかになる。6だったかな。リアスグラモリーハイスクールかけるリかけるリリアスちゃんです。いやー、これは本当残念なんですけどフィギュア持ってない。すごい欲しい。リアスはね、私もコスプレした時にポン、コナミの、ハイスクールのこの作品の、パチスロットができた時に公式でコスプレさせていただきました。嬉しかったです。胸もすごく大きかったです。胸がすごいぷわーぷわーぷわー。なんでリアスちゃんがこんなに人気のキャラクターなのは、やっぱりそれはセクシーだから。ものすごいセクシー、まあそれはそうだね、セクシーなんですけど、たまにわがままでも優しい、でもやっぱり愛してくれ、なんか愛してくれるの気持ちは素直みたいの、あと人を守るみたいのやつが多かったんですよね。絶対エッチ毎日したくなるの女の子なんですよ。だから嫁さんでいいよ、これで嫁さんでいい、もう毎日いっちゃいいじゃん、ウォー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 でできたらいいじゃん。私の特にイタリア人からのファンがオリアスクレモリもう一回やってくださいとか本当多いです。だからもう一回やってみようかなって最近思ってます。パーティオンとかファンティア、今あのファンクラブを使ってるんですけど、インターナショナルと日本の向け、よかったらぜひ会員になってください。これでお金集めて私のあの新しい毎月の新しいコスプレが用意してるんですよね。で目的をそうできたらその新しいコスプレもやります。で皆さん何がみたいのは皆さんも選んでもらおうから、それで楽しい。で一つはリアスなので、もうそろそろパートリオンでもうリアスになるんじゃないかなって思ってます。よかったらみんなあとはチェックしてください。ここの下に書いておきますよ。はスワールドアートオンラインのアスナです。わー、アスナはねやっぱり女性としていいたくさんクオリティが持ってる、持ってる人間ですよってね感じで、で彼女がいるからこそアニメ最後までを見たいんですよとかのコメントが多かったんです。あとやっぱり人を守るっていうかケアをする、これは日向ちゃんとちょっと似てるところは、やっぱりゆいちゃんとかをケアしてる、まあ、ケアしてる、いろんなアドバイスとかそういうことをしてる時にやっぱり好きになるキャラクターなんですよね。どっちかっていうと綺麗美人さんだし優しいし、でもちょっと強い、そこまでわーってすごいなんだろう、かっこいいとかで言えはないけど、なんか彼女にしたい。多分こっちはの違いのはワイフまでは多分私全部アニメ見てないからわからないけど、私男だったらちょっと彼女にしたいんじゃないかなって思ってます。トップ3に入ってるのはリゼロから始める異世界生活、レムちゃんです。イエーイ、レム、やっぱり
それ日本人と一緒じゃんって思った。レムちゃんはねやっぱりアニメの中ですごいあのインパクトがあったキャラだったんですよね。あのどっちかっていうと頑張り屋さん、忠実な人、あとすごい優しい、スイート、すごいスイート、どっちかっていうとすごいハグしたい、可愛いお姉さんみたいな、可愛いお姉ちゃんみたいの存在になってるんですよね。でもサイコ、これはねよくわからなかった、なんでサイコパスの人が好きなの。サイコサイコだからこそ好きになってきた、えってな感じになった、へえ嘘なのってみたいなんですけど、本当サイコだからこそ好きで、もう覚悟してる、死ぬ、愛のために死ぬの覚悟はしてるから、それは憧れるみたい。はい、トップ2に行きたいと思います。これは日本と一緒になるかな、ならない気がするけど、刺激の狂人のミカサでした。うわー、まさか、え、ミカサ、そう、ミカサなんですよ。ミカサはね、すっごい強い存在として憧れる。で、静かに、主人公のことがすごい好きだから、そういう、ずっと、なんか、しつこいではなくて、ずっと好き好き好きってな感じよりは、好きだからこそ、私はいる、あなたを守れる、みたいのスタンスで、みんな気になる。それは、お気に入ってるみたいな感じですよね。で、パーソナリティもいいし、すごいセクシーだし、で、プラスはすごい強い。どっちかっていうと、まあ、ワイプにしたいんだったら、やっぱりこの3つがないと、俺が結婚できないみたい。とかは多かったんですよ。例えば、よくみんな言ってるのは、エレンはわからない。エレンがバカすぎて殺したいとか。ちょっとすごいな。はい、では一番のベストのワイフは、確かにこのキャラクターは外国のイベントに行ったらものすごい人気、ほんとコスプレいっぱい見るし、コスプレやってくださいとかリクエストも多かったし、で、なんだろう、このキャラクターが大好きとかの話はすごい昔からずっと聞く。それはね、フェイリテイルのエルザ・スカーレットです。エルザ・スカーレット from フェイリテイル is the bestワイフオンデワールド、ベストワイフオンデワールドって言えばいいかな。すごい、まさかってな感じで、エルサはどっちかっていうと美人、すごいビューティフルウォーマンなので、もうやっぱりベスト1じゃないと俺が納得しないみたいとか、彼女は誰かを愛してるのためにサクリファイス、死ぬまでする。それは多分レンちゃんに似てるけど、レンよりはもうちょっと騎士っぽい、騎士っぽいスタンスがあると思う。エッサさんはなんかちょっと男っぽいな、どっちかっていうと男っぽいなって私から見るなんですけど、ちょっとだけキャラクターを知ったらね。だからその 大切にしてくれる人のために本当何でもする女の子、それはみんな憧れるらしい。国によって変わってる。だからはっきり言うと、多分ヨーロッパ、アメリカとアジアは全く違うから、私から見るとのは正しいのは、ナンバーワンはゼロツー、ナンバーニーはレム、ナンバーサンバはエルサ・スカルレットだと思ってますか、ミカサ。それは正しいと思います。で、全部違うから、あ、本当それだなって思う。エルサまあやっぱり憧れる存在なんですよね、私から見ると。で、嫁にしたいんだったら絶対ゼロツーってとか思います。まあ似てるのところありますよね。でもそれが面白かった。なんか日本のベスト10の例えば綾波レイとか多かった。アヤナミレイはね、絶対日本、外国は人気ない。外国は人気ないんですよ、アヤナミレイさんは。なぜというと、そういうクーデレがわからない。そういうずっとちょっと溜まってるみたいの、なんか、ちょっとネガティブに見えるぐらい。なんだろう、ずっと、なんか、こう。どっちかっていうと、レイかアスカ、絶対アスカを勝つ。絶対アスカの方が勝つんですよ。そう、なんだろう、それはね、多分
外国人うるさいからかもしれないんですよね。やっぱりうるさい女の子も好き、そういうわがままのお姫様っぽい、私ってさみたい、私のために何をやるのみたい、あんたバカとかはやっぱり好きなんですよね。はい、皆さんだったら何のお嫁さんに、誰のお嫁さんにしたいのは、ぜひコメント書いてください。やっぱり日本人の答えもすごい知りたいので、私のファンだったら何のキャラクターと結婚したいのは絶対知りたいので、自分のベスト10とかベスト5を書いてください。コメントを読みますので、あとはリプします。ありがとうございました。あといいねして、コメントして、登録のボタンを忘れないでね。ありがとう。チャオ。グラッシェ。好き。